皆さん、こんにちは。アンコウです。アンコウのオペラダンマイオペラ、第362回。今日は、2024年の3月10日です。はい。えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日は、僕はちょっと、う、え、ち、ー、で、のんびりしてまして、あのー、えー、今日は、今入っている、えー、新国室劇場主催公演のトリスタンとイゾルデ、えー、そして、日本オペラ振興会オペラ歌手育成部の先生、共に、 お休みの日なもんですから、ちょっと珍しく、ちょっと朝ゆっくり起きて、そして今日は確定申告などをやっておりました。はい。えー、確定申告しながらね、えー、去年1年間やってきた、えー、仕事のことなどをなんとなくこう解雇しておりまして、えー、いろいろやってきたなとと、えー。まあ、その割には別にそんなにね、 お金が儲かってるわけでも何でもないんですけども、はい。あのー、いろいろな思い出が、こう、相馬島の、相馬島のように巡っておりました。はい。ということで、えっ、ー、とー、二つオペラがね、公演間近に迫ってきました。一週間後には、この間、えー、お伝えしました。日本オペラ振興会オペラ歌ック成部の、えー、セルセ公演がちょうど一週間後にあります。ああ、もう始まった頃ですね。一週間後に今頃はもう始まった頃ですけども、 はい、そちらのことは前回の動画、もしよろしければご覧になってください、そしてまだた分若干チケットあると思いますので、よろしければぜひいらしてください、え今日はですね、日えゲネプロですね、最終的な送迎校があって、来週の木曜日に、14日ですね、に幕を開けます。 リアート・バーグナーのトリスタント・イゾルデ新国立劇場制作のオペラ、えー、のについてちょっとお話をしたいと思っております。はい。えー、今回ですね、全部で6回公演がありまして、えー、初日が3月14日の16時から、その後ここにご覧の通り、えー、と17、20、23、26、29と、 ありまして、すべて、二、えー、2回目以降は14時からってことになってます。はい。気をつけていただきたいのはですね、えー、14時からって言って、もう昼の公演なんですけども、終わるのはもう夜になりますので、それだけ長いオペラですから、えー、十分に、あの、いらっしゃる方は気をつけていらっしてください。はい。で、やはりね、そこそこ体力が必要だと思います。あの、もう、ものすごく大好きだという人もね、こう、集中してみると、僕なんかのワーグナー大好きなんですけど、 集中して、各幕がね、1時間半近くありますから、えー、それにワーッと集中していくとね。まあ、ただ、えっ、ー、と、ワーグナーの、えー、オペラの、えー、時間の感覚みたいなのってね、もう、あの、1時間半って言うと長いと思うじゃないですか。ね。あの、でも、えー、その世界に慣れてくると、それが普通になってくるんですよね。本当に不思議なんですけども、はい。 それで、じゃあ、例えば、プッチーニのオペラとかはね、あの、あ、まあ、プッチーニというよりベルディとかがいいかな。ベルディのオペラなどは、だいたい、一幕が30分ぐらいの感じですね。例えば、椿姫、ラトラビアと一幕、えだいたい30分ぐらいだと思うんですけどもね、えー。でも、その30分が短いかというと、そうだよね。やっぱり、それ、ベルディの音楽の時間なのでね、えー、とか、えー、モーツァルトの、 フィアロの結婚もね、えー、とか、まあ、いろいろそれぞれの曲の、えー、作曲家の作り方、えーまあ、その時代もありますけどもね、によって、えー、あの、その時間の感覚っていうのがありますね。最近の映画、最近封切られてる映画って、どれもこれも結構長いという話をね、ちょっと聞いたことがあります。はい。3時間超えの、えー、ものもあると。今の、アカデミー賞をね、 争っているような、えー、ものでもそういうものが多いということをちょっと聞いたことありますね。かつての、えー、超大作、えー、映画、例えばアラビアのロレンスとかドクトル・ジバコとか途中で、えー、休憩が入るやつですね。そういうようなもの、えー、に匹敵するようなそういう長いものが最近多いと言われてますけどもね。まあの、まあそういう一つの流れなんでしょうね。はい。僕は長いものも好きですけどもやっぱり例えばウッディ・アレンの 映画とかだいたい1時間半強ですねはいそういうようなもの好きですねホッとしますはいえー、まあ話オペラに戻りますけどもというわけでトリスタンとイゾウではウディア・レンの映画だと3本見ることができるようなそういうぐらいの長さですねはいえー、これは、えー、ケルトの神話ですねあのー「朝大物語」とかそういうような ものにも通じる、えー、そういう神話、えー、かつてのそういう中世の物語に基づいています。はい。えー、トリスタンとイゾルデの物語はいろんなバリエーションがあって、で、この、えー、オペラに関してはリハート・ワーグナー自身がこの本を書いていますね。で、やっぱりこれはワーグナーのトリスタンとイゾルデということなんですね。はい。で、えー、まあ、これは、あのー、 ワグナーの全てのオペラがそうであるように、あの、物語に入っていってですね、物語の中で、その、えー、その物語までの歴史であるとか、で、物語の中で起こったこと、例えば一幕にあったことが二幕の中でまた引用されたりとかいうようなか形でね、一、えー、幕が、だから当時さんと伊藤淳の場合には、まあ、幕だいたい80分ぐらいの時間なんですけども、その中で、 あのー、舞台が、それは、えっ、ー、と、うんアイルランドっていうところがコーンウォールっていうところに向かう、その船の中というものが一幕のね、設定なんですね。だから一種のこの密室なんですけども、密室の中で、えー、語られる言葉、まあ、最初は、えー、アイルランドの姫、えー、イゾルデと、その事情ではブランゲーネの、 会話から始まるんですけどこの中で、えー、その前に何があったのかっていうことがね語られるんですねそしてこの船に乗っている同乗しているトリスタンのことについて、えー、イゾルデの、えー、見解がそこで述べられていくというような感じで、えー、ミステリー仕立てになってるんですね。こののもミステリーー話しましまたけどワグナのオペラは かなりのところミステリーだと僕は思ってますね。そういうところが僕だ、すごく好きなんですけどもね。はい。えー、今回のトリシさんとイゾルで、えっ、ー、と、演出は、えー、デビッド・マクビカーですね。えー、まあ現代を代表する演出家です。はい。僕はこの、えっ、ー、と、2011年、前にも申し上げましたけど、東日本大震災の直前に行われたこのプロダクションの中で、まあこの、 プロダクシションにアシさんとしてててついていてそれでこのデイビッドのそばにいてねあの見ていたんですけどもねまあほにあのものすごい頭のいい人でねそれでこの完全にテキストとか全部もう覚えちゃうんですよねトリスさんというとで超大のオペラでえテキストももうバッとあるんですけどもねそれをちゃんと自分のものにしてそれでえその出演者とねそこでねいろんなことを語りながら。 えー、結構進めていくというようなものをやってましたね。もう本当にすごいなと思ったんですけどもね。はいえー、ただ、えーと、デビッド・マクビカーの他の作品とはちょっと違って、この、えっ、ー、と、まあ、他のって言ってもいろいろ、デビッド・マクビカーは割とどちらかというと正攻法に、その作品の背景というものをよく調べ上げて、それでその作品を作っていくということをするので、 とんでもない奇想天外なことっていうのはなかなかしないんですけれどもね、それでもその中でもこのトリヒさんとイゾルではものすごいこう、あの、シンプルな作りをして、そして、えー、そこに表現するこの要素みたいなものをどん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 絞り込んでいってるって感じのそういう、えー、ものになっています。はい。 えー、そこの中で、この演出の中で中心になってくるものは、この、まあ、一幕の場合の船なんですけどもね、この、えー、海ですね、海、水、水、そして、船、えー、そして、えー、実際にはないんですけども、そういう風がそこに吹いていて、その船が動いているという、えー、情景ですね。そして、えっ、ー、と、その、えー、上にある、この月、 除曲の前奏曲のところから月が出てくるんですけども、月が本当に美しい月がそこに出てきてね、霧の中から、もやの中からこの船が現れるっていうのは前奏曲の中で作られていくんですけどもね。なので、月と、そして、まあ、雲、そして海、船、というようなものが1幕で2幕になってくると、これが上陸した、到着したコンウォール、 の、えー、の、港の近くのところにある桟橋ですね。桟橋のところにそこに、えー、塔が建っている。えー、というのがボーンとあってですね。で、その周りはやっぱり海で、そしてそこに星が現れてくる。でね。えー、そういう。で、そこに松明があって、松明は本日なんです。本当の日なんですけどもね。出てくるという。で、三幕になると、今度は枯れ折るっていう、その、 え、鳥さんの、ま、故郷みたいなところに舞台を移してですね、そこの岩がゴツゴツした、ま、海の近くの、え、場所っていうものが、もうほんとちょっと高涼としたところがね、出てきて、で、そこにこの、え、まあ、太陽ですね、太陽、え、そして、まあ、月、え、というようなものがそこに現れてくるというようなものなんですよね。つまり、演出の中で扱っているものは、この自然、 でこの自然の中でのこの人間の物語「えー、トリスさんとイゾルデ」っていう、ね、今日は、えー、とこの物語の細部のところにはもう立ち入らないで今話を終えようと思っているんですけどもこの本当に私たちが、えー、住んでいるこの世界ですね。 今は私たちはこの文明社会に生きていていい、えー、いろんなもものののがこういうものの姿を見えにくくしていますね、えー、私たちの住んでいる、えーまあ、例えば今僕はイルマってとこにいるわけですけどもイルマもこのトリスタンとイゾルデの舞台のようにそこに大地があってでそこに空があって風が吹いていてそこに太陽や月や星が出ているというそういう場所なんですよね。 ただし、えー、それと引き換えに今の文明社会の中では僕が通常目にするものは今そこに映ってるようなこういう家の中の本棚であるとかピアノであるとかテレビであるとか、えー、ベッドであるとか、えー、食器棚であるとかそういうものに囲まれて生活をしていると思っているわけですよね。でででもも時々そのまささにここのののの間の半島地震などもそうでしたでこの鳥さんとイゾルでの 本番があった後に起こった東日本大震災もそうでしたけども私たちが住んでいるこの世の中っていうものはこの地球という星の上に私たちは進んでいてその悠久の時間をですねものすごい長い時間を経て、えー、これが、えー、まあ息づいているそういう中に私たちはこういるわけですね。 ということを、えー、考えさせてくれる、そういうプロダクションでもあります。で、そういう中で人間っていうのは一体何のために生きてるんだろう、というようなことが問われてきますね。この中では、その男と女の愛、うん、憎み合っているっていう、初めはそういう状況の中から突然愛し合うという世界が生まれてですね。その時に、えー、忠義立てをする、自分がそこで、まあ、ロイヤリティと言いますかね。 中精神を誓っているものうん。そういうものって私たちでも、例えば自分たちの仕事であるとか、えー、自分たちの家族であるとか、いろいろありますよね。で、そういうものと、その中に突然生まれてくる自分の中のこの得体の知れない感情。えー、で、その中で猛烈に人のことを愛する、えー。というようなことが起こった時に、人間は何をするんだろう。その時に人間が目指していくものは何なんだろう。 それは太陽なのか、月なのか、星なのか、生きるってことなのか、死を選ぶのか、そういうようなことが、この物語の中で描かれているような気がします。はい。えー、今回の、えー、っと、この、今回の、特にこの再演の中の上演の中で、やっぱり一番、あの、大事なところは、その、この、この、この演出の中でね、特に美術。 照明衣装などで、ええー、まあ、重厚感を持って描かれる、そのあたりじゃないかなっていうふうに思います。はい。えー、ぜひ、あのー、まあ、本格的なオペラですね。ワーグナーのオペラ、長いですけども、そういう中に時間の中に身を置いてみたいと思われる方は、ぜひ、いらしてください。はい。えー、まあ、鳥さんとイゾウゼの上演期間、まだありますんで、その中でまた、えー、ちょっと、いくつか僕も今回これを再演。 演出をしながらいろいろ思ったことを、気がついたこともありますので、そういうことについても話をしたいと思っております。はい、それでは皆さん、えー、今日もう夜になってきましたね。これからトリスタンとイゾルデの夜の世界始まります。はい、それでは皆さん、早、はい、やばくんない。